100です。約1時間くらい歌います。最後まで聞いててください。まずとにかく歌います。落ち着かないので。
今日も私の幸せでした。いつも初めの方はよく声が出なくて、それじゃあ月の、何にも歌に、やっぱり歌について言うことはないからやります。街は今ネオンに染まってるけど、あたしの心には映らない。雪のように真っ白、人はみんなどう急いで歩く。嬉しさも寂しさもかき消して響くロックンロール。どうせ一人の夜、気分も出やしない。ドレスやバッグ、ドレスやバッグ、ニコニコ顔の子供、ぼんやり見送るあたし。あの人は今どこの誰と一緒だろう。よく似合ってた黒いコートも素敵だった。なんてあたいはついてない。せっかくの
本も街今のも今のなんかその日その日でだいぶ違うようになる歌ですけど、それじゃあ月の歌聞いてみてください。望郷歌。つくつく星なぜ泣くか、親もないか子もないか、たった一人の
どうも、今の望郷歌でした。まだ酒を飲むのはやめなさいっていうか、酒とかいろいろ刺激物とか止められていて、慢性だからそれが溶けるのかわからないけど、いつか溶けて、まあ そんなのよりもとにかくいつ酒を飲むのかそれは誰にもわからない。いや、自分にも。聞いてください、水割り。私の心を奪うために水割り何杯ついでもダメ。私の心を奪うためにタバコを何本吸ってもダメ。私が酔っ払ったふりして肩にもたれ、そのまま眠ったふりでもしたならば、あんたは私をどうする、どうする、どうするさ、どうする。私全て決めつけてしまうつもりなのね。私の心を奪うためにわざとはしゃいだふりしてもダメ。私の心を奪うために寂しげな顔してみてもダメ。私が黙って座って人形のようにニコニコ笑ったままにしていれば、私にどこまでも近づいてくる、どこまでも。私が逃げなければどこまでも入ってくるね、やっぱりあんたも。私の心を奪うために水割り何杯ついでもダメ。ダメよ、ダメ。
ダメよ、ダメよ。Gypsy Rose, 私 Gypsy Rose。